I'm hungry right now. Okay, let me see. Yeah. Okay, so going to next. もう3ヶ月も前か。このブログももう更新されないのか。はあ、昼間から優子と飲んだな。一緒に下北行ったな。やめて！何このいたずら？誰？
それにしても暑いな。お父さんまたよく時間取れたよね、忙しいのに。そう？いやでも俺もまた来たいなって思っててね。雄一がどうしても行きたいと思ってたんでしょ、あそこ。そう。そんなに何回も来るほど景色良かったかな。そろそろちょっと休憩しようか。そうね、ちょっとだけおやつでも食べる？賛成賛成。そういえば雪お前、前来た時何か拾わなかったっけ？そうだっけ、覚えてないよ。雄一だったっけな、人形じゃなかった？僕も知らないよ。じゃあそろそろ行きますか。その前に写真撮ろう。写真。父さん、時間も時間だからさ、早くしないと日が暮れちゃうよ。着いた。いやここだよ、ここ。先月も来たよな。やっぱいいよね、ここは。居心地がいいよ。居心地？住んでるみたいな言い方だな。そうかな。それじゃ写真撮りましょう。そうだな。取れたかな。父さん、ちゃんと取れた？ねえ、もう一枚取っとく？ちゃんとセッティングしたんだから大丈夫だよ。うん？いやそれにしても暑いな。そういえば雪お前、前来た時何か拾わなかったっけ？雄一だったっけな、人形じゃなかったか拾ったの。その前に写真撮ろう。写真。いやここだよ、ここ。先月も来たよな。居心地？住んでるみたいな言い方だな。なんだこれ。雄一、母さんと雪は家にいるんじゃないの？だってあれ、さっきまで。父さん、気のせいじゃないの？だって、家族で。落ちてる。私これ欲しいかも。落ちてる人形なんて拾うなよ。いや、なんか運命感じたもん。なんかこんなところにあったらかわいそうだし、私絶対これ持ってく。ちょっといいじゃん。
繋がんねえな。ここ繋がりにくいですよ。めちゃくちゃいいからいっか。今日さ、この今日終わったらさ、またホテル行こうよ。じゃあ、でも飯だけでもいいからさ、ホテルのラウンジで。でその後は気分で。いいじゃん、またさ。お前回してんの？あ、はい。今日なんかずっと回しっぱって聞いてたんで。ふざけんなよ、お前。回すなら回すって言えよ、お前。すいません。なんだろ、バーが。すいません。回りました。はい、じゃあ、とりあえず取るよ。はい。え、でもまだでしょ？いや、まだ全員揃ってないけど、とりあえずどんどん取っていかないとさ、ちょ時間もしてるし、うん、今日のガチなロケ場所だから、うん、あのなんか映っちゃうかもしれないし、マシパで行くからね、はい、お前も変なの映るかもしれないからさ、ちゃんと撮っておく、はい、じゃあタイトルコールから行きます。はい、はい、じゃあ行きますね。でここ見てね、はい、あ、すいません、ヨコちゃんまだ来ませんね。あ、連絡つきづらいしな。携帯つながる？あ、つながったりつながらなかったです。ですよ。じゃあとりあえず今日終末か。携帯つながらなかったらとりあえずこっちに。了解です。はい。じゃあとりあえずタイトルコールからいきましょう。これね、分かってるね。ちょっとダサいけど。はい。でいきましょう。あ、福谷さん。はい。お前のカメラも今日使うから、ちゃんと撮っとけよ。はい。はい。はい、じゃあいきます。タイトルコールから。じゃあチカちゃんいきますね。いきまーす。はい、3。超怖い今時アイドル突撃ホラースポット、イエーイ。はい、ちかちゃんありがとうございます。実は今日はですね、関東地方の、某場所にある山中に来ていますが、近くに幽霊が出るという廃墟があります。マジですか？そこ行くんですか？そうです。ということで確かめに行ってもらいましょう。じゃあですね、カメラに向かって気合を入れてください。はい、頑張るぞ、レッツゴー。 OK です。はい、じゃあね、この後ね、すいません、すいません、あ、ヨコさん来ました。ヨコちゃん、30分遅刻。何だらだら歩いてんだよ、あいつ。ちょっと遅れてるよ。ちょっとさ、もう時間押してるしさ、まあ俺らはいいんだけど、チカちゃんとか結構前から入ってるし、ちょっとすいませんとかないの？すいません。だから、じゃあとりあえず時間ないし、二手に分かれていくから、ちょっといい？はい。だってやる気あるのかな？分かんないっす。とりあえず地下は普通に撮ってるの大丈夫だから、とりあえず地下とお前行って、はい、で俺と陽子とでカメラで行くから。分かりました。じゃあとりあえず二手に分かれて行きますんで、俺とカメラと陽子ちゃんで、地下ちゃんと、福屋で、はい、行きましょうか。はい、じゃあそっち回して。はい、はい、あ、そうですね、はい、回りました。では、チカさん、これから心霊スポット周辺をですね、探索するわけですが、じゃあこっちを回していきましょうか。はい、ありますか？じゃあ、こちら行くよ。ヨコちゃん、大丈夫？はい。実はですね、この山の中の奥には廃墟があるらしく、そこで何人もの女の子が殺害されたらしいんですが、ヨコちゃんどう思います？会ってみたいです。え、その霊たちに。ちょ待って、いやいや、そうじゃなくてさ、
ていうかそういうキャラだったっけ。いやだから心霊スポット巡る番組で君アイドルでさレポーターなんだからわーとかキャーとかさ怖がったりしてくるんだけど困るって。だから別にやらせじゃないし今から行くところはガチのねそういう殺害現場だからで頼むよそういうの。すいません。じゃあ行くよもう本当に。どうしました。今ちょ何でもいやちょ今肩に何か変なの映ってたけどなあ、はい、ああ確かにこの辺もういいですし。ええマジなの。でも、まあ、ちょっと怖がったりとかワーとかキャーとかちょっと頼むよ本当に必要だから。はい。ちょっと待って。ちょっと止まってる。ヨコちゃん、ちょっとさ、あそこの前まで行ってもらっていい？はい。ここは、実際に殺害があった現場ですね。ヨコちゃん、どう思いますか？たくさんいる。ちょっとたくさんって…ちょっと…ごめん、ヨコちゃん、ちょっと待ってね。なんだよ。あの…何？聞きました？なんだよ。あの、携帯電波入って…マネージャーの横谷さんから連絡来たんですけど、井上陽子が今日自殺したからロケは中止でって。いるじゃん。よくわかんないですけど、そういう電話が。いるじゃん。知りませんよ。ちょっと今からチカちゃんとそっち行っていいですか？どうしました？いや、あの今福屋の方になんか横谷マネージャーからなんか連絡あったみたいで、あの別に大したことないと思うんだけど、ちょっとあの一旦なんだけど、ちょっとロケ中止って感じで。戻るんですか？うん、まあ一旦休憩みたいな。戻らない方がいいと思いますよ。え？本当に。いや、ちょ、え？じゃあ、ちょっと通るっていくか。ヨコちゃんさ、あの心霊スポットって言っても、あの別に毎回あの幽霊とかお化けとか映るわけじゃないし、まあとりあえず簡単にね、あの撮影済ましてちょっと一旦戻ろうよ。とりあえず私見えるんですよ。ここはいますよ。しかもたくさん。ここは引き寄せるみたいで。ほら、そこ。ちょっと、監督もカメラマンさんも
ビビりすぎですよ。ヨコちゃん、ヨコちゃん、し、危ない。そういえば夏目監督、何、しかとできてるんでしょ。ちょっと何、奥さんいるのにひどいな監督。いや、ホテル行ってるのとか聞いてるんですよ。チカと私親友なんだ。いや、ちょっと待ってね、ヨコちゃん。もしもし、あの、なんか急に体調が悪くなってきちゃってちょっとヨコちゃん、あの福屋がなんか体調悪くなっちゃったみたいで、やっぱ俺らやっぱ一旦戻るわ。俺ら先戻ってるから、ヨコちゃん後で来てよ。ちょっと音行くぞ。ほら、なんだよあいつ、マジ怖えよ。バケで出てきたんじゃねえのあいつら。怖え、マジやべえって。もしもし、夏目です。あ、夏目監督ですか。はい、そうです。マネージャーの横谷です。あの、井上陽子がなんか自殺したって、あれなんかの勘違いですよね。あ、その件ですが、はい、間違ってますよ。あ、そうですよね。あの、なんか福屋がなんか勘違いしてたみたいで。いや、違うんですよ。チカです。チカですよ。チカが今朝自殺したんです。本当にすみません。現場に来てないでしょう。実は妊娠してたみたいで。チカ、実はもう死んでるの。ヨコ、チカ、夏目さんに復讐しに来たんだって。死にたくないんで、カメラ置いてきます。おい、ヨコ、ちょっと待って。ダメだ、カメラマンさんだな。ちょっと私が代わりに撮っておくね。ちょっと待ってって。ヨコ、通りがらないよ。監督の自業自得じゃん。アイドルで売れるって時にはらませちゃって。ヨコ、ちょっと助けて。チカ、よかったね。これで成仏だね。